語です。新年1月6日土曜日、珍しく大阪日本橋に来ています。土曜日出勤なだけやろ。というわけで昼休みを利用して実作シールの聖地ワイワイファクトリーさんに新年の挨拶に来ました。半年ぶりの2回目の訪問。源優先生のイラストの上りがあります。これが目印。このビルの奥に行くとここにボタンがあるのでベルを押して事務所兼ショップの中から透明ドアを開けてもらいます。結構な確率で常連のお客さんが開けてくれます。助け合い。ここがワイワイファクトリーさんです。聖地アクスタ実作シールが売っています。シールと交換できるポイントガチャもあります。常連のシルコレさんたちと交流して帰ってきました。これはメンバーズカードらしいです。イラストかわいい。そして先行発売のシールを買ってきました。出します。ラテンシカリア先生のイラストすげえ。ピンの部分もすごいな。裏はこんな感じ。奥から迫ってきてる。この1枚を買うだけの予定でしたがもう1枚買ってきました。金の箔押し。神宮寺優里名前もゴージャスやな。これダブルシールのように見えるけど違うらしい。そうなのか。これどうなってるんや。わからん。このシールすごい。裏です。裏も書き下ろしか。クオリティ半端ない。そしてポイントカードももらいました。1000円分の購入ごとに1スタンプもらえます。2スタンプ、つまり2ポイントゲットしてるな。10ポイントごとに非売品グッズがもらえるようです。確か源優先生のイラストグッズだったな。というわけでワイワイファクトリーさんへの新年のご挨拶でした。このすす払い一族の絆のシールええな。ほな今回買わなかったもう一つの新作のダブルシールも買わなあかんな。あ、耳打ちわももらいました。いろいろもらってるな。ワイワイファクトリーさんは土日のみの営業ですのでタイミングの合ったシルコレさんはぜひ。自作シールいっぱいあるぞ。ではでは。